足利義直は、室町時代後期の室町幕府第9代将軍から1489年。尊卑文脈や足利屋間域により、晩年に義広と改名したことが確認できるが、一般的には義直の名で知られる。応仁の乱では、叔父の足利義美と将軍職をめぐる対立候補として擁立された。乱後は衰退した幕府権力を回復すべく、 六角政抜などの積極的な幕政改革を行ったが、在陣していた、大御国の陣中にて病死した。伝足賀義直像、足賀義直木像干渉6年11月23日、八大将軍、足賀義正と、正室、日野富子の次男として生まれる。長らく実施のなかった義正は、弟の義美を養子にしていたが、義直が誕生すると、 将軍後継問題が発生した。吉政は吉見を中継ぎとして就任させてから、その上で吉直を将軍にするつもりであったが、吉直の養育係であった万所執事伊勢貞地は、吉見の将軍就任に反対であった。文章元年9月、貞地は吉見に、無本の疑いありと吉政に残言し、吉見の排除を図った。しかし吉見が、 細川勝本の邸宅に駆け込み救援を求めると、勝本は山名宗運と結託して、吉政に抗議し、これにより定地川失脚死刑を去った。これにより、吉見の将軍就任もマジかと思われたが、やがて宗運は幕政を牛耳ることを目論み、畠山氏の家督をめぐって、畠山正長と争っていた、畠山義成を味方に引き入れ、義成に上落を促した。 吉成と総運は五霊合戦で正長を破ったが、正長に肩入れしていた勝本が反撃を開始し、応仁元年、応仁の乱が勃発した。陣を構えた場所から細川方を、東軍、山中田を、西軍と呼ぶ。勝本の要請に応じ吉政は東軍に、将軍旗を与え、西軍を俗軍とした。 これにより東軍は正当性の面で優位に立ったが、大内正宏が入京すると西軍は形成を盛り返し選挙区はこ着状態となった。応仁2年、吉政がかつて、吉見を落とし入れようとした定地下を政務に復帰させると、これに反発した吉見は西軍へと出奔した。これにより、吉見が将軍に就任することはなくなった。文明5年12月19日。 吉政から将軍職を譲られ、吉直は九大将軍に就任する。直前に元服を済ませていたとはいえ、就任当時はまだ九歳であり、政務の実質は、吉政、風刺夫妻と富子の兄である、日野勝光が中心となっていった。文明十一年十一月になって、御飯し、表情し、午前さて始めを行って、本格的な政務を開始するが、 吉政らが実験を手放さなかったために、不死官の確執が生じた。文明14年7月に吉政は政務を吉直に、譲る意思を表明して、翌年6月には、東山山層に退くが依然として吉政が、実験を握り続けたため確執は収まらず、文明18年12月になって吉政は改めて、政務からの引退を表明したが、それでも、 対外交渉と全員に関する事項は依然として、吉政が実権を握り続けた。応仁の乱後、下国城の風潮によって、幕府の権威は大きく衰退してしまった。吉野は、将軍権力の確立に努め、長京元年9月12日、公家や寺社などの所領を横領した大御守護の六角高よりを討伐するため、諸大名や奉公衆、約2万もの軍勢を率いて、 大江へ出陣した。高頼は観論事情を捨てて、甲賀軍へ逃走したが、各所でゲリラ戦を展開して抵抗したため、吉直は死去するまでの1年5ヶ月もの間、大江張への長期在陣を余儀なくされた。そのため、針の陣所は実質的に将軍を所として機能し、京都から公家や武家らが訪問するなど、華やかな儀礼も行われた。 ところで吉野を率いる幕府軍には柴義弘が従軍していたが、義弘が越前国支配の復旧を求めて、応仁の乱以来、同国を掌握している朝倉正し家を訴えた。この時、朝倉一族の朝倉家夫が幕府軍に従軍して、提携本人は越前鶴賀に留まっていたが、吉野は朝倉氏の主張をほぼ認め、 朝倉氏を将軍の直進とする採決を下した。長京2年、改名して吉弘と称する。同年には、加賀一行一期によって、加賀国守護の戸賀市正家が討ち取られた。正家は長京、遠徳の乱では、幕府軍に従軍していたこともあり、吉直は蓮女に一期に加わった者を破門するよう、命じるが、細川正元にいさめられ、蓮女が一期を叱責することで思いとどまった。 文明17年に刑がある山城国で起きた山城国一揆についても、直ちに武力鎮圧しようとはせず、むしろ一定の権限を認めた。六角性抜によって、幕府権力は一時的に回復したものの、吉直は次第に主職や分弱に溺れるようになって、政治や軍事を顧みなくなった。また、長京二年には長愛する結城久とを大見守護に任じるなど、 側近を徴用して、もっぱら政治を任せたため、幕府権力が専応される結果となった。その一方で、吉直の側近や奉公衆が、大見の自社本所領を兵論領所にする名目で、事実上の横領を行ったため、省遠領主らは父である吉正による関与を求めるようになり、吉直にとっては、幕府権限が自分のためにやるのを示す大見出兵が、結果的には、 吉政の政治的発言力の復活を生み出すことになった。長京3年3月26日未の時、大見張りの陣中で病死した。去年25。死因は過度の主食による脳一血と言われるが、後院のためという説もある。母の富子が応仁の乱の末に将軍職に就けたが、これといった政治成果を出せず、両親に先立った死だった。 翌年の1月には、父の義政も、義直の後を追うように死んだ。義直には、軽子がなかったため、重帝である、足利義材が義政の養子となって、縁徳2年に重大将軍に就任した。日付イコール旧歴、義直時代に、広史時代。ありがとうございます。